味しく食べても痩せるおやつお伝えしていきます。この動画では1つ目、なぜこのおやつを食べると痩せることができるのか、その理由と2つ目です、一体その痩せるおやつとは何なのか、そして3つ目、痩せるおやつをトップ3であなたにお伝えしてまいります。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしているんですね。そのことであなたが美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速お話お伝えしてまいりましょう。ではまず1つ目の項目からです。なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかということでしたよね。とても大切なポイントがあります。それはそのおやつが無添加であることなんですね。例えば後ろの原材料名をですねチェックしていただきますと、その材料の中に例えばこちら調味料かっこアミノ酸などと書かれてあったり、例えば糖質ゼロですね、糖質完全カットでも甘い甘味料と言いますのは、人工甘味料になるんですね。こういった化学調味料や人工甘味料がたっぷり含まれているおやつをですね召し上がってしまいますと、まずあなたの腸内環境、要は腸が傷ついてしまうんですよね。腸がですね弱ってしまうわけです。そうすると何が起こるかと言いますと、あなたのホルモンバランスが乱れてしまって、結果ますます甘いものが食べたくなってしまったり、あなたの体重設定値をどんどん上げるホルモンがですねもう暴走してしまって、どんどん太っていってしまう。でまたこういったものを召し上がっていらっしゃる方というのは、腸内環境がですね悪いので、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌がですね、要は悪者ですよね、悪者がね多いんです。正義の味方がもう弱ってしまってる状態です。そのような状態でいくらあなたが食事制限を頑張ったとしても、きつい運動ですね、忙しい中毎日通ったとしても、なかなか結果が出ないということがやはり起こってしまう。もし結果が出たとしても、また元に戻ってしまうの、この繰り返しというこの負のスパイラルへとやはり入ってしまうんですよね。もうこれとってもね残念なことなんです。なので例えば糖質カットとか、いかにもその痩せそうなおやつたくさん出てますけれども、この調味料かっこアミノ酸などと書かれてあるような、実は化学調味料であったり、その糖質カット、糖質ゼロ、ノンシュガーとか書いてあるのにもかかわらず甘い味がするものというのはよくないんですね。例えばあなたが小さい頃ご両親から嘘はついちゃいけませんよ、人を騙してはいけませんよということを教えてもらったと思うんですよね。学校の先生からとか、そうですよね。そのようなですね、人を騙すとか嘘をつくということがあなたのお体の中で同じようなことが起こっているということなんですね。例えばこの人工甘味料で言いますと、あなたのお体とか味覚を騙しているわけです。だって糖質がゼロなのに甘いんですよ。そうするとあなたの脳がですね、あれおかしいなって思うわけです。こんなに甘いものを食べてるにもかかわらず糖質が取れてない、おかしい、そうだもっと糖質甘いものを取らなくちゃってですね、脳が騙されてしまうんですね。それでますますノンシュガーを食べたとしても、もっともっとあなたは実は甘いものがどんどん食べたくなってしまう。それはあなたがお悪いのではなくて、脳がもう指令を出すんですよ。甘いものを食べなさいって。だって糖質が足りてないですよ、こんなに甘いのに、まだまだ足りないって言われて、あなたはどんどんその食べたくなってしまうっていう、そのひどい状態にね入ってしまいますから、そうならないためにも私は今この動画であなたが美味しく食べながら、しかも健康的で綺麗に痩せるために必要な腸内環境を整えてくれる美味しいおやつを後からトップ3という形でお伝えしてまいりますので、ぜひ最後まで楽しくご覧くださいね。では2つ目の項目に入っていきましょう。一体その
痩せるおやつというのはどんなものなのかということなんですけれども、この項目1でお話ししたまとめになるんですけれども、まずはあなたの腸内環境を整えてくれる食材であるから、そして添加物です。人工甘味料や化学調味料などが無添加であること、この2つがポイントになってまいります。それではここから項目3つ目、痩せるおやつトップ3ということでランキング形式でお伝えしてまいりますね。こちらの私第3位に選んだおやつは小豆が使われているおやつなんです。後ほどお見せしますけれども、そのなぜ小豆を選んだかということなんですが、小豆があなたのダイエットの味方をしてくれる食材だからなんですね。それは要は太るもと、糖質、炭水化物の代謝をスムーズにしてくれますから、この燃えやすい体にしてくれるわけなんですね。またむくみの改善がとっても効果が高いと言われているのが小豆です。なので例えばいかがですか、せっかく体重が減ったのに見た目がむくんだままですといかがでしょうか。周りの方から気づいてもらいにくいですよね。それはですね、嫌ですよね。そうならないためにもこの小豆を召し上がっていただくことで、むくみ改善、カリウムが豊富ですか、デトックス効果も期待できるわけです。そして不溶性の食物繊維が豊富、これは何かと言いますと、溶けやすくてあなたの便をですね柔らかくしてくれるものが水溶性の食物繊維。その食物繊維がたっぷり含まれたこの小豆を食べることで腸内環境は整うわけですよね。なぜ整うかと言いますと、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌となるのがこの水溶性の食物繊維だからなんです。そこで今回私が選んだ第3位のおやつは、実は今回ですね選んだおやつは全て業務スーパーさんで見つけたおやつになります。第3位はこちらです。生あん仕立ての栗入りぜんざいです。生あんを混ぜ込み、小豆の風味をぐっと引き出しましたということで、こちらは実はですねとても原材料がですね良いぜんざいなんですよね。なんと北海道産の小豆とオホーツクの塩ということで、北海道産の材料を使ってくださっているんですよね。で原材料名は砂糖、まあ、もちろんそのぜんざいですから甘いのでお砂糖が入っているんですけれども、これ天才糖を使ってくださっているので白糖、まあ、白砂糖ではないんですよね。そこが安心の理由の一つ。そして小豆と生あんですよね。そして栗と蓮根と食塩のみ出てきたこのぜんざいになります。でここがですね、あのほっこり温まるお話も入っているんですけれども、北海道 JA の、 あの組合のです、小豆組合の皆さんのお写真が載っている、要は生産者の方々のお顔もこういった形で見ることもできますし、こういったあの北海道安心ラベルということでですね、なんか安心マークもついていらっしゃいますし、またこう生あんが効いているのがいいんですね。生あんというのは炊いた小豆の中身を取り出して水分をこう絞ったものが生あんなんですよね、まあ、こちらにも書いてあるんですけれども、その関係でその小豆の風味がとても良くなって口当たりの良いぜんざいになっている。でまたこちらがですね、私あのこちらを手に取った時に実は他にも2種類ほどこのシリーズあったんですけれども、私がこれを手に取った理由の一つは栗が入っているからなんです。私栗大好きなんですね。もう甘栗とかも大好きで、別動画でも痩せるおやつということで甘栗もよくご紹介してるんですけれども、このぜんざいにも栗が入っています。で栗もダイエット効果がありますから、そのセットで食べれるというこのぜんざいですね。で食べ方は冷やす食べ方、温めていただくということがあるんですけれども、私は微腸活専門家の観点からはやはり冷たいものよりも腸が元気になる温かい食べ物、腸が温まる食べ物を召し上がっていただきたいので、あなたもぜひこのぜんざいを美味しく召し上がっていただいて、しかもダイエット効果をアップさせるためには温めて召し上がってくださいね。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。オートミールになります。オートミールは
ミューズリーであったりグラノーラであったり、また食事の代わり、まあ、お米の代わりとしても重宝するダイエット食品になります。でこのオートミールは白米に比べてとにかくカロリーが低いこと、そして白米と比べて低 GI 食品です。これは何かと言いますと、簡単にお伝えしますと、あなたのお体の中で脂肪を溜め込むのを抑えてくれる食品ということになります。そしてなんといって もう高栄養食品ですよね。とにかく栄養価が高いものです。あなたがもしダイエットを成功させたいと願っていらっしゃる時は、あなたがですね、その栄養バランスがちゃんと取れているかどうかがポイントになってくるんですね。あなたがもし栄養不足になっていらっしゃったとしたら、もうどんなに頑張っても腸内環境と一緒で、その痩せることができなくなってしまうんですね、あのホルモンの関係で。ですからこういったしっかりと栄養があって、しかも低カロリーで、しかも脂肪を溜め込みにくい、血糖値の急上昇を抑える、緩やかに上昇してくれる、このような食品を召し上がっていただきますと、おやつにもなりますし、まあ、結果お食事にもなるというですね、優れものになりますので、ぜひ召し上がってみてください。でよくあのオートミール雑炊ですとか、私別動画でもあの痩せる朝食ということでお伝えもしておりますし、私自身はですね、朝食やはり玄米がとても好きなので、玄米を美味しくいただいております、毎朝です。そしてこのオートミールはじゃあいつ食べているんでしょうかということなんですけれども、これは私はおやつとして食べるんですね。で今回選んだのはこちらです。業務スーパーさんで見つけたオートフレークですね。オートフレーク、まあ、要はオートミールのことです。こちらが結構ですね、いっぱい入ってます。1箱で 500g 入っていまして、原産国はチェコ産です。ただまあ無添加ですのでいいと思います。でもしもっともっとこだわりがある方は、有機栽培の麦オートミールを購入されると良いと思います。ただ業務スーパーさんではこちらがありましたので、私は今回こちらを手に取ってあなたにご紹介しております。で私はこの、まあ、オートフレークオートミールを使って、あの天パですね、ご自分で手作りのグラノーラを作ります。あの加熱してですね、大好きなあのドライフルーツとかくるみとかな、まあ、ナッツ系ですよね、とあとシナモンとか振りかけて、あのオーブンで焼いてね、手作りでグラノーラ作るんですけれども、やはり手作りがね一番です。市販に売ってあるグラノーラの糖分はですね、すごい量がやはり含まれておりますから、おすすめできないんですね。やはり白砂糖系を取ってしまわれると腸がですね動かないですし、やっぱ腸内環境が悪くなってしまう。なぜかというと、デブ菌と呼ばれる悪玉菌の大好物が白砂糖なんですね。なので私が手作りでこのグラノーラを作るときは、甘みはもう 100% 天然の蜂蜜か 100% の、 あのシロップですね、メープルシロップ、そうメープルシロップを使います。そしてその量も自分自身でコントロールできますから、こう使いすぎずにですね、まあ、適量、もうほんのちょっとでも甘みが取れます。なぜかというとドライフルーツも入れてますから、レーズンとかですね、そういった甘みもあるので、そんなに追加で甘みを足すことはないです。そのできたグラノーラをもうそのまんまね、ポリポリって食べるのも好きですし、また豆乳、無調整豆乳をかけてホットにして食べる時もあるんですよ。もうとっても大好きです。なのであなたも普段からこのオートミールを上手におやつや、そしてまたお食事としても利用できますから、普段のお食事にぜひ取り入れてみてくださいね。さあいよいよここから第1位をご紹介いたします。それはこちら、黒ニンニクになります。黒ニンニクって召し上がったことございますか？ニンニクが発酵したものになるんですね。なので発酵食品なんです。発酵食品ということは、もうこれはですね、ダイエットには欠かせないものになるんですよ。なぜかと言いますと、この発酵食品の中に痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が多く含まれているからなんです。なので痩せ体質になる近道は、毎日発酵食品を食べることになるんです。そのうちの一つが今回選んだこの黒ニンニクになります。こちらは今回業務スーパーで見つけた青森県産の
熟マロ黒ニンニクですね。ここに英語でブラックガーリックパワーとかね書いてあるの、なんかすごいパワーを感じて手に取ったんですけれども、国産ですしいいなと思って手に取りました。結構ですね、やっぱりニンニクと言いますのは、まあ、白いニンニクもそうですけれど、あのね、外国産が多いですよね。国産って結構お値段も張りますし、やはりお得ってなるとあの海外になってくるんですけれども、やはり国産がおすすめです。どうしてもその国産ではないと農薬の関係ですとか、その品質にやはり問題がある、ちょっと懸念される部分が往々にしてありますので、私はもうぜひあなたにはもうなるべくですね、国産のもので、できれば無農薬有機栽培のものを手に取って召し上がっていただきたいなと思います。でこちらニンニク加工品ということで、原材料名がもうニンニクだけです。かっこ青森県産ということで、こちら1パックあたりが 90g 入っております。そしてあの黒ニンニク召し上がった方ご存知と思うんですけども、あのニンニクなのにあのまるでこうプルーンのようなドライフルーツみたいに甘くて美味しいですよね。私も本当に黒ニンニクも大好きで1日1粒食べてるんですけれども、こちらですね、本当に切らしてしまうと、あー切らしてたってね、悲しくなるぐらい好きですし、やっぱり食べるとパワーがつきますよね。こちらは黒ニンニクのそのダイエット効果に入りますけれども、脂肪燃焼効果があります。脂肪、あなたの溜め込んでしまった脂肪を燃焼させてくれる効果を促進することができますし、また悪玉コレステロールですよね、そういった数値も下げることができます。そしてなんといってもタンパク質の吸収を高めてくれます。消化吸収を良くしてくれるんですよね。やはりタンパク質はダイエットには必要な栄養素になります。なぜかと言いますと、タンパク質が不足してしまうと何が起こるかと言いますと、お腹が空いてしまうんですよ。すぐお腹が空いちゃう、なので食べたくなってしまうんですよね。その予防になるのがやはりタンパク質なんです。そしてやはりタンパク質はあなたの筋肉の材料、内臓の臓器の材料になりますから、そちらが不足してしまうと大変です。代謝が落ちてしまってもどんどん太る体質へと向かっていってしまう原因の一つになりますから、しっかりとこの黒ニンニクを召し上がっていただくことで、こういった普段とっていらっしゃるタンパク質の消化吸収を底上げしていきましょうということで、今回第1位に選びましたのはこちら、青森県産の黒ニンニクでした。で気になるお値段なんですけれども、まず第3位のこのぜんざいですよね。こちらですね、1パックが 160g 入ってまして、1パックで、カロリーが 207kcal で、タンパク質がやはり豊富 4.8g 取れます。ただ脂質が低いんですよ。もう油分も 0.5 しかないです。ただやはり甘いですから、炭水化物系は 45.8g、 やっぱりちょっと高めですので、ダイエット中のあなたはそうですね、もうこちら通常食べる方、召し上がる方が1人前ですので、やはり半分の量、80g ずつで2回に分けて召し上がっていただくと良いと思います。ちょっとしたかわいいですね、あのグラスとかに入れていただくとたくさん食べなくても良いと思いますので、ちょっとおしゃれなそういった器によそっていただいて召し上がっていただくと、大量に食べなくてもこれぐらいで可愛い量で終われるかなという形で、まあ、半分の量で召し上がってください。でお値段がですね、なんとこちら全員別で78円でした。お得ですね。100円もしないにワンコイン以下というこのぜんざいと、あと第2位のこのオートミールですね、1箱 500g、 これかなりの量入ってるんですが、それでもオートフレークはこちら海外産ということまで158円でした。お得ですね。これはかなりコスパ高いと思います。そして最後ご紹介したこの黒ニンニクですね。やはり黒ニンニクってまあ、結構なお値段するんですよね。よく1パックで何千円とかあるんですけれども、こちらはですね、さすが業務スーパーさんなので、国産であっても 90g 入って何粒ぐらいでしょうか、20粒ぐらい入ってると思うんですよね。パッと見20粒ぐらい入ってるんですけれども、こちらのニンニクが398円でした。こちらも通常の黒ニンニクに比べるとお得だと思います。お得な方だと思います。なので以上お伝えしました
おやつトップ3ですね。あなたのお近くにもし業務スーパーさんがおありでしたら、おそらく同じものが置いてあると思いますし、もしお近くにない場合でも、私が今お伝えしたポイントをクリアしているもの、似たようなものをぜひご自分で手に取っていただいて、原材料名をチェックしていただいて、添加物がなしのおやつでしたらそれはもう丸ですので、美味しく召し上がってみてくださいね。ではここからこの動画のまとめに入りましょう。1つ目、なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかでしたね。それはあなたの腸内環境を整える食材だから、そして何よりも食品添加物が無添加であるからでしたね。そのことであなたは自然と痩せ体質になることができるんですよってお話をいたしました。そして2つ目、一体そのおやつは何なのかということで、今回は3つ目のトップ3ということで、業務スーパーで選んでまいりました。以上のおやつを美味しくですね、例えば日替わりでも良いですし、そうですね、黒ニンニクであれば1日1粒、よく食べても2粒ですね。どんなに美味しいおやつでも食べ過ぎてしまってはカロリーオーバーです。そして消化に負担をかけて腸内環境が結局乱れてしまいますから、ぜひ適量を美味しく毎日召し上がってみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。